今回の目的地は倉敷市の山の中にあるケーブルハットという建物。ケーブルハットとは、大昔長距離市街電話の使用が可能になった時、50キロごとに通信電流が弱まるのを防ぐ総家用ケーブルハットと呼ばれる中継所が設けられました。それが倉敷市の山の中にあるということで向かっております。はい、というわけで今日は倉敷市にやってきました。で、倉敷市の大平山っていうね山に来ております。で、今日はねちょっとまたこれも面白いものがあるんですけども、この 昔のものがあるんですよね。帝辰賞という、明治時代に作られた、通信や運輸を管轄する、政府のそういう省庁があったそうで、現在の NTT と郵便局を合わせたような事業を行っていた、まあ、その省があったんですよね。で、今回はですね、その帝辰賞の、ケーブルハット、そうですね。で、ケーブルハットってことなんですけども、わからない方はウィキペディアとかで調べていただけたらなと思います。で、その建物がこの近くにあるということでやってきました。もう目の前にねあるんですけども、テレビでもねなんか取材があったりしたそうで、こちらがケーブルハットという建物でございます。もう今はね使われなくなって、完全に廃墟になってますけど、ちょっと近くまでちょっと寄ってみましょう。で、昔はですねもっと分かりやすかったんですけどね、今はもう草木が生い茂って、何なのか分からないんですけども、で、この上にね郵便のマークが見えるんですけども、ちょっとどけさせてもらったので、この手の字、まあ、郵便マークですね、だいぶ見えるようになりました。で、まあこの中はねおそらくもう納屋になってんのかな。いろいろ調べた結果、おそらくこの上とかが畑とか農作業のそういうエリアだったと思うので、まあ、おそらくこの残ってるね、外に出てる残留物とかよく見るを考えると、おそらく今はというか使われなくなってから、まあ、農機具小屋みたいなとして使われていたのかなと思います。結構ね本当に歴史的価値のあるというか、ああそういうこういう時代もあったんだなっていうような感じで、非常に貴重なものなのかなって思います。ぜひね興味ある方は一度来てみて、まあ、写真撮るなりしてみてください。ね、少なくともこういうのをちょっと解体されるたらちょっと悲しいなって思うものがあるので、皆さん大切にしましょう。
ょっとこの先にも行ってみましょう。あ、こんなとこにキノコが。おそらくお墓のような、サントミユだろう、お墓なのかな、ちょっとわからないですけど、この山のね上に道があるんですけど、ちょっと登っていきましょう。昔多分畑だったのかな、こういうなんか石段のようなね感じになってます。多分おそらくね、今は登山道みたいな感じになってるのかな。小屋がありました。何の小屋でしょう。なんかね、木の箱があります。農作業、どこさ、石灰のような新得、ちょっと何書いてるか分かんないですけど、鉄塔ですね。チャンネル登録、今ちょっとボタン、悪いと思ってます。ちょっとボタン、ちょっと今すぐですね。